俺ら止められたんですよ。止められたんですよ。頼むね。はい。はい。じゃあ、次の人。どうした？これ、どうする？Just a moment. Passport. Passport. Japan. 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 Yeah. Yeah. No problem. Passport. Passport. Just a moment.あ、パスポートホテルだ。ホテル。ホテル。ホテル。いや、パスポートホテル。Just a moment。ホテル。いや、パーツホテルです。ホテル。ガレリア。ガレリア。OK、OK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 。Well, around the world. どこ？ Sailing land. Japan.フランス、ルアブル。ロサンゼルス、ニューヨーク。フランス、ルアブル。シェル、ロミモモロだって。インターネット。やっぱそれはね、捕まえますよ。怪しいですもん。怪しいですもん。いきなり走ってるやついるなんて怪しいですもん。またセルビアはセルビアでちょっと違うな。建物はだいぶ違いますね。違うな。飴玉でもあげますか？はい。飴あげますか？はい。はい。はい。He can never move, you say, Nico. Oh, he's Japanese. Okay. Ah, this is more. Eh? 自分の子供？全部？あんたの子供？Oh, he's Japanese comedian. He's Japan. Japan. Ah, Japan.Run and sailing. Yep. Around the world. World. Japan to America. Los Angeles. Yep. Los Angeles, New York, landing. New York, France, travel. Yacht. At this particular. Support. Now the stand. Wow.Bye. Ciao. Deja vu. Deja vu. ああ、ちょっと街に入ってきましたね。はい。
今日はちょっとあのセルビアのちょっと街を見て回りましょうか。回りましょう回りましょう。最初の街ですからね。セルビアで4番目に大きい街やよ。え、そうなんですか、ここ。いや、全く会話が噛み合ってないですよ。セルビアで4番目に大きな町やろ。え、そうなんですか、知らんて思っちゃいましたよ、これ。え、ひどいな、これ。今の会話はひどかったですよ。いや、そうなんちゃうん。知らないです。4番目いうのがなんで出てきたんやろ。ああ、ここだ。頭の皮を取っちゃいますか。もうええやろ。もう大丈夫です。 OK。 これはこれは正教会で、こちら後ろにあるあの、まあ、記念碑なんですけど、あの第二次世界大戦に、ナチス軍に慰霊碑だ。ああ、そうや、そうそう、飾ってるわ、もう。すごい道具やな。男の人やな、横になって寝てんの。馬とか。え、馬。どこ。あ、馬真ん中にいますよ、ほら。どこや。ああ、ほんまや。ほんまや、ほんまや。あ、行きますよ。はい、はい、いただきました。これがセルビアの、第4番目に大きい、都市の町並みです。ここ4番目ですか。本当に4番目です。ほら、私尻尾が当たった。4番目やな、これな。人口が99,000人。99,000人。宝塚市ぐらいじゃないですか。少ないな。少ないです。もうだいたいベオグラードの、うん、あのセルビアの人口の 25% はもうベオグラードです。はあ、1000万しかいないんだね、セルビア。800万人。800万人しかいない。800万人しかいない国。なあ。東京の半分ですよ。でも、あれやろ、セルビアが6つに分かれたんよ。ユーゴスラビアがセルビアとセルビア、スロベニア、クロアチア、ボスニア、モンテネグロ、マケドニア、でセルビア。なんでこんな6つに分かれたんやろな。民族の違いです。民族の違いで。ね、まあ、それもあるし。宗教も。あ、宗教とかか。ほら、ここは。だから。ここは 35% がもうハンガリー人。え、だからもうみんな狭間教入っちゃえばいいんですよ。この雨間教に入るか。したら別れる必要ないですよ。雨は言うだけやね。そうですよ。行きますか。あそこ左です。あの先を左です。またこのなんとも言えん街並みやな。ですね。これはほら何
なん切んのこっちの人。こんなん切るんですよ。派手だなこれ。軍服みたいなような。軍服やな。派手だなこれ。見てこれ。これ何ぼやねん。お金見せたらこれ。2100とか。1500円ぐらい。1500円。はい。1000で720円なので2000で1440円100だからまあ2500円ぐらい。安い。なんでやねこれ。この服着てみなこれな。ですけどめちゃめちゃ派手やで。これがまあ流行ってるんじゃないでしょうか。すごい派手やなこれ。こんなん普通に来てんねや。来てんですよ。道夫さんにどうですか。ダメやね。あかん。ちょっと地味すぎるわ今日。地味ですわ。それはそうと靴もなくなってきたんやけど。頼みましたよ。見てこれね。これ前履いてたやつ。え？雨の日履いてたやつですよね。前な。2日前ですよね。え2日前ですよね。違うよ。これも古いやつや。えもうそれ引っ張り出してきた。昨日も雨で、その前も雨でベトベトやんか、はい、2つとも。そやから、もう古いやつ引っ張り出してきた。まだありますよね、新しいの。あと見てたんけど、もう使わんようにしてんの。あ、来ましたね。ちょっくら行っておきましょうか、これ記念写真を。はぁ、はい、そのパー意外とお気に入りなんじゃないですか。はい、はい、ここが、中央広場セルビアで、4番目の大都市、それの一番中心街です。これが市役所、市庁舎らしいですよ。あ、こうだからこう紋章なんかもあっちゃったりなんかにして、めっちゃ似てるわ。まあ見た感じなんか黄色マンとか多いな。そうですね、うん、こっちのお金やろ。こっちのお金です、この線が何ぼ。720-730円。720-730円。はい。あ、ということはこれ何、一番大きいやつがこんなん。一番大きいやつこれなんじゃないですか。ということはこれ全部でこんなに業者あるけど何ぼ。3万円くらいですよ。3万円くらい。喜んでる。見たぞ。これだって飯食えなくなりますよ。カンペさんいいんですか。そうやな、ちょっと腹減ったから。ホテル代も払うんですよ。3万円で足りないですよ。どこすんの。いやどっか大きな銀行行っておろすしか。だってもう2万円、2万なんとかっていう単位でしかおろせない。でもこの中心街やで。これ見てください。この4番目の町の中心街で、そこに銀行があるんだよ。銀行、わあ、
綺麗な美しいね、綺麗な人や。ほら二人歩いてるよ。わーおーわーおーわーおー。オッケー、あとは道なりだね。はい、オッケー、任しとけ。それでは後ほど。道なりまっすぐ行って大きく左にこの道がカーブしていくんで、とりあえず道なりです。ナイスラボー。